肖像画、チャールズ・ウォーレン・リピットは、アメリカ合衆国の政治家、ロードアイランド州プロビデンスで生まれた。ブラウン大学を卒業し、父の面を及びウール製造会社に就職した。父ヘンリー・リピット、弟ヘンリー・エフ・リピットも政治家でもあった。1886年2月23日に、マーガレット・ビー・ファーナムと結婚した。息子、チャールズ・ウォーレン・リピット・ジュニアは、 ハーバード大学に入学し、第一次世界大戦中に 13D、野戦砲兵連隊の軍曹を務めた。1895年5月29日から1897年5月25日まで、第44代ロードアイランド州知事を務めた。1896年に、共和党の副大統領候補に立候補したが、敗れた。1896年、 1897年に、アメリカ革命の息子たちのロードアイランド州支部に参加し、ロードアイランド州シンシナティ協会の世襲会員であった。1924年に死亡し、プロビデンスのスワンポイント墓地に埋葬された。ロードアイランド大学のリピットホールは彼にちなんで命名された。ザポリティカル・グレーブヤード、リピット・ファミリー・オブ・ロードアイランド、ザポリティカル・グレーブヤード、 As above, URI History and Timeline.University of Road Island 2009年7月14日閲覧ありがとうございます。